団パンザーボンバーズ、いじりあかりです。瀬川こよみです。今日もパンあかりとボンこよみ、いっくぜー。篠木美桜です。よろしくお願いします。元 EXPD 候補生で、はい、ダンスがバリうまいで、今はフリーで、そうです、お芝居を中心にやってます。そんな彼女と一緒にゲームを通して演技力を見せつけていただこうかなと思いまして、はいはい、何やっていくかと言いますと、はい、今日は人狼ゲームをやりたいと思います。イエーイ。人狼ゲームはやったことありますか？あります。高校の時とか結構みんなでやったりしましたね。携帯でやるバージョン、カードでやるバージョン。私の学校は携帯がダメだったので、なんかカードをでっかいこういうあるじゃないですか、うん、それを誰か一人が持ってきて、本当大人数、8人とか10人とかでやるみたいな。今日は3人なので、市民おは人狼です。市民が、2人、人狼が1人の構成になってます。はい、誰だ？人狼。違いますよ。なんかニコニコしてるから怖いんだけど、実は人狼、黙っててっていう。私は市民ですよ。市民です、市民です。証拠を出してください。叩かれた。あかりさんこそ人狼なんじゃない？人狼じゃない、人狼じゃない。ちょ待って、違う、本当に違う。本当に私を殺したら君は死にます。もし君が市民だったら君は死にます。死にますよ。いいですか？せーの。仲間割れがすごいですね。私はこれです。私はこれです。私はこれです。それでは、はい、話し合いの時間3分いきます。はい、タイマーセット、スタート。私は市民。私も市民です。そりゃそうでしょうね。そりゃそうですね。なんか冷静にうーんって吟味してるから市民なのかな。いや、今回は市民です。さっき人狼でしたけど、何も言わないからさ。普通反論してこない市民だから、だから人狼かなって。いやいや、市民ですよ。じゃあなんでさっき黙ってたんですか？え、赤井さんどうですか？私は市民なんだけど、もうなんかね、こういうキョドキョドしてるじゃないですか。もう疑われてんじゃねえかなって思うけど、市民の人。ちょっと怪しくないですか？なんかでも市民なんです。え、人狼もしかして？いや、私は人狼じゃないです。いや、小夢ちゃん何も言ってないですよ。そう、いや、私は市民ですよ。ちゃんと市民で同調して私を疑ってるから人狼。それだと人狼2人になりますよ。赤井さんが言ってる通りだと。じゃあ、赤井さんがやっぱ人狼なんじゃないですか？人狼って言ったら。だって私以外の人疑い以外に何があるんだ。なんかさ、そんなに疑われるとさ、美桜が本当に人狼に燃えてくるけど、でもやっぱなんか同調して自分の意見もそんな言ってるわけじゃないから人狼なのかなって思います。でも私は赤井さんが人狼だと思って。なんでこういう時だけさ、そんなさ、ジーって見てくるの？いつもクル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 ってなってるのにさ。あ、見せつけられてる。終了。せーの。じゃあ一人ずつ見せますか？じゃあ、あかりさん最後にします？はい、そうします。じゃあ、あかりちゃんからいきましょう。はい、私は市民です。おお。人狼